ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ浦和より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。はい、ボンドカーズ浦和のツッキーです。よろしくお願いいたします。今回ご紹介させていただく車が BMW ミニジョン・クーパーワークス2017年式 28,300 こちらの車両になります。今回もカンペなしで、はい、はい、いきます。はい、そうですね、現ミニ乗りと元ミニ乗り、はい、かつミニ専門店メカニックの2人でお届けいたします。そうですね。はい、で今回ちょっと僕前回のクロスオーバーの動画がちょっとミニのその基礎的なところちょっとお話しさせていただいたので、はい、今回ちょっとカスタマイズの、うん、やっぱりそこ一つの魅力じゃないですか、うん、そうですね。そこを中心にお届けしたいなと、はい、でそれもそうなんですけど、今ミニこうすごくライフが長くなってるじゃないですか、うんうん、LCI2 まで出てる、はい、でもうそもそも一般の方だと LCI って何ぞやって思うんですけどそうです、ね、一般の車でいうところマイナーチェンジですよね、うん、ライフサイクルインパルス、うん、要はマイナーチェンジが2回あって、まあ、この型で3種類ある。そうですね。で、はい、今回ご紹介させていただくのが一番最初の、そうです、マイナーチェンジする前の、はいはい、F56F 型って言われるこの型が始まった一番最初のやつですね、うん、で結構その新しい方がやっぱり車が良くなってる、うん、まあ、当然そうだと思うんですけど、選ぶのも割とそれで絞っちゃってないかなと思うんですよね、うんうん、後期がいいんですとか、まあ、マニュアル最高がいいんですとか、はい、だから結構ミニってカスタマイズできるんで、うん、それをこう視野に入れると、うん、ちょっともうちょっと選択肢広がりません？そうですね、はい、なんでちょっと今回その辺を含めてちょっとお話しさせていけたらなと思います。でまず一番、まあ、初期型というべき、はいはい、まあ、エクステリアなんでライトの衣装なんかがちょっと違ったりしますけれども、うん、ここって月丸さん的にはどう思いますか？まあでも、まあでも、はい、初期が後期、まあ、LCI のモデルが出てた時はちょっと古くなっちゃったなと思いますけど、うん、まあまあでもなんていうのかな、こう中古車買う人って予算まずありきで、特にミニなんかはあるんで、まあこの年式をこうプライス的に狙っていくっていうのは全然ありなので、ヘッドライトは私は全然気にならないです。はい、結構それ見比べちゃったりとか知識があったりすると、うん、結構確かに中身違うよね、うんうん、違うよねなると思うんですけど、形変わってないじゃないですか、うん、中身が違うだけなんですね。そうですね、はい、だから全然詳しくない人とかパッと見はほぼ変わってない、わからない、はい、中のそのレンズの形が変わったとかデザインとか変わったとか、うん、デイライトがこう一周つながったとかありますけど、うん、だからそこを考えれば割とここってちょっとこう好み、うん、デザインで選んでいただいて方がいいのかな、うん、まあ、あとはそのコンディション、やっぱり新しければ新しいほどレンズ類のこの劣化が少ないですから、まあ、そこは重要だと思うんですけど、デザインに関しては知識があるとやっぱりこう新しい方がよく見えちゃいますけど、そうですね、はい、他の車みたいに結構マイナーチェンジでライトの形が変わる車とかあるじゃないですか、うん、そこからすると結構ミニってこうマイナーチェンジしても割とこうこの辺で変わらないんで、まあ、乗りやすいところ、ね、そうですね、まあ、詳しくない人だともう R と F の見分けもつかない人いますから ね、はい、なんでこの辺のヘッドライトの衣装なんかは前期型ですけども、まあ、非常に全然見劣りしない、そうですね、はい、はい、あとはストライプ、今回の車これ純正ですよね、純正の、はい、段差がないんで純正だと思います、ね、はい、純正のストライプ入ってますけど、この辺も個性が結構出せるところじゃないですか、うん、で今回僕は商品車の写真見た時に結構にぎやかな外観だなと思ったんですよ、うん、ただこれ例えば剥がして違う色にするとか、うん、もしくはもう剥がして何もなしのボンネットにするとまたエクステリアのデザインが変わるじゃないですか。そうですね、はい、その辺もこう中古車選びで、うん、まあ、結構視野に入れてもいいのかなっていう、私たち仕入れをした時に、まあ、これ余計でしょうとこれ余分でしょうっていう、こう剥がしちゃったりとか外しちゃったりとかっていうのは結構あるんですけど、ただこうお客様にしてみれば貼ってあった方がいいとかあるので、最近私は この辺りはあえてそんなにこう手をつけずに、お客様の方からいやこれ剥がしてくださいとか、うん、これ外してくださいっていう方が、なるほど、はい、いいのかなと。個人的な好みだと、はい、はい、いろいろこう、ね、はい、またありますけど、切りがなくなっちゃう、そこは、ね、難しいところなんです、はいはい、ただこれ今回お車がホワイトシルバーってことなんで、うん、結構その濃いめの色だとこの剥がした時に色の差が出てきちゃったりするじゃないですか、うん、それが割と分かりづらいシルバーなんで、そうですね、はい、まあ、今回、まあ、このままご紹介させていただいてますけど、うん、まあ、手加えてもいい部分なのかなっていう、うん、そしてあとはバンパーの衣装なんかがLCI2 で変わりましたけれども、そうですね、まあ、この辺も好み、はい、うん、ちょっとデザイン結構違うんであれなんですけど、最初この
F 型のこのバンパー見たときはなんだこれみたいな。わかります。ありましたけど、そうきたかっていうのありましたけどね。ちょっとここが一番出てるんで、うんうん、なんかちょっと魚っぽいというか、うん、鯉みたいな、ちょっとそんなエクステリアでしたけど、うん、今回の車はこのネクストイノベーションっていうリップがついてるんで、うん、こう M3 とか M4 もそうですけど、うん、下がこう BM のちょっとこう特殊モデルとかって平らじゃないじゃないですか、うん、だからこうそこ繋いであげるだけで随分こう自然な、そうですね、見た目になってるかな、うん、でこのネクストイノベーションっていうのが日本のそのエアロメーカーでアクリル製なんですよね、うん、なんでまあ非常にその強度もあって、まあ、しっかりしてるリップスポイダーか、こちらが装着されてる。最近なんかはスーパーカーなんかにもいろいろリリースしてたり、うん、ね、はいはい、幅広く手掛けてるメーカー、こちらのものが装着されてます。あとはミニって言ってもこうジョン・クーパーワークス一番上の、うん、一番こうパンチが効いてるやつじゃないですか。だちゃんとこうブレーキのダクトもついてますし、うん、はい、そしてフォグがないということで、そうですね、結構この年式だとジョン・クーパーパッケージなんて言って、うん、あの外観が言ったらこう AMG パッケージみたいな、うん、もう外観似てるやつありますけど、大きく分けるとそのフォグがあるないで、そうですね、見分け方としてはそこですね、はい、でここフォグが本来だったらスモールなんですよね、うん、なんでこの車の場合フォグがない代わりにこっちがスモールになってると、うん、はい、その辺のちょっと衣装なんかの違いもあります。あとはアクセントのカラーでこの辺赤いのが入ってますけど、これもいろいろ社外品出てますから、うん、そうですね、この辺色味を落としたりとか、まあ、このまま残してもいいと思いますけど、はい、まあ、触っていただいてもいいのかな、うん、あとグリルが専用になるんですよね、うん、あのこのバッジが貼ってあるだけじゃなくてこのベースから変わってるんで、まあ、専用のグリル、クーパー S の方なんかだとわざわざこれに変えたりとかっていうケースも、うん、そうですね、はい、こんな感じのエクスティアになっております。そして今回の車はちょっとおまけで牽引フックがついてますけど、これも買ったら数千はしますから、ね、そうですね、はい、はい、まあ、外してもいいのかなと、まあ、まあ雰囲気ですからね、こういうのは、うん、結構つけてる方多いですよね。多いですね、はい、もう最初のミニの時から、そうですね、それこそ20年前から、はい、BMW のミニになってから結構定番アクセサリー、うん、こちらもついております。そして早速横に回っていきましょうか。何がいいってこのコンパクトさじゃないですか。そうですね、さっき改めて乗ってやっぱりちっちゃいなってちっちゃい、で大きくなった大きくなったって言われてますけど、うん、やっぱり他の欧州車に比べて圧倒的なこの小ささ、うん、都内での取り回しなんかも最高なんじゃないかなと。そして今回の車は結構いじってあるということで、はい、足元がレイズの18インチ、これ単造ですよね。そうですね、はい、こちらが装着されてございます。 ZE40、うん、サイズの方が 7.5J18インチで、18インチが確か純正オプションでマックスなんですよね。で19も、まあ、派遣なくはないけれども、タイヤが確かなくなっちゃうんですよ、うん、で外径が大きくなっちゃうんで、まあ、普通に履くんであれば18までということ。そうですね、で結構このブレーキのキャリパーがジョン・クーパーってすごく大きいじゃないですか、うん、だからホイール選び困るんですよね、うん、純正のホイールでもジョン・クーパー履けるのって結構もともとついてるやつとオプションちょろちょろっとだけなんですね。そうですね、前ちょっと前ですけどジョン・クーパーワークスパッケージのアルミとジョン・クーパーワークスのアルミって見た目ほぼ一緒じゃないですか、はいはい、ただ違うんだよね出たての頃トラブりましたね履けるかと思って入れたら当たっちゃう、ね、当たっちゃうっていうね、はい、結構ありました、ね、はい、まあ、そんなのもあって、まあ、ちょっと貴重なジョン・クーパーのキャリパー革素ホイール、こちらが装着されていると、うん、まあ、もちろんそのスペーサーを入れてあのキャリパー対応してないホイール履ける、うん、履かすなんていう手口もあのやり方もありますけど、もう出づらが結構限界なんですよね、うん、7.5J でキャリパー革してでこうリムからもうディスクが出ちゃってるぐらいなんで、うん、まあ、この辺ちょっとホイール選び難しいところ、今回のこちらが装着されてるんで、まあ、かなりいいのかなと。だと組み合わせてるタイヤが横浜のフレブ、これがあれですよね、 S ドライブって言ってあの当時一世を風靡したスポーツ風タイヤの後継モデル、はい、うん、割とこうグリップもよくって静かで、うん、なおかつ角が立ってるんでミニでも結構人気で、そうですね、はい、僕メカニックやってた時もかなり装着させていただいたタイヤ、ね、うん、そしてあとは今回のお車は足元が、サスペンションがビルシュタインのサスペンションが入って、はい、これ筑波さん乗りましたよね。乗りました。どうですか。正直にいきましょう。正直います、はい、ちょっと跳ねますかね。なるほど、はい、今回ちょっと下げすぎな感じはちょっとありますね、うんうん、多分あのおそらく推奨値はもうちょっと上なんじゃないかなと、うん、もしかしたら前下げぐらい下げちゃってるのかなっていう感じはします。もうちょっと上げた方が乗り心地は良くなると思います。見た目はでもこんぐらいだと思いますね。見た目優先でいくんだと思います、はい、そしてあの調整式のサスペンションなんでもうちょっと上げたりとかっていうのはできると思います、うん、でこれが、日本の
ビルシュタインのセンターでセッティング出してるやつなんですよね、うん、ただ乗り心地も、まあ、日本の道路環境に合ったような、結構あの本国セッティングのやつってめっちゃ硬いんですよね、硬、うん、いですね、はい、車種とかあとは先代のビルシュタイン、ミニオンはなんかすっごく硬かったんですよね、うん、なんでその辺もあったりするんで、まあ、ちょっとこの辺は試乗で乗ってみたいと思います。あとは、足回りが電子制御あるなしということなんですけど、今回当然交換されているんで電子制御なしのお車になります。あとは今回いろいろアクセサリーがたくさんついてますね。そうですね、はい、サイドスカットと、そしてここはもう元々純正の、うん、はい、ジョン・クーパーの赤いライン、そしてミラーキャップもジョン・クーパーの、これもディーラーオプションというか、うん、メーカーオプションのアクセサリー、こういうのが無限にありますからね、本当そうですね、はい、はい、まあ、ここ今後あの、うん、購入された後個性を出す意味でこの辺変えていくっていうのはいいんじゃないでしょうか、うん、あとはここ F 型、まあ、R 型ぐらいからまあだいぶ良くなってますけど、あの本当に初期型の R50 系壊れまくりませんでした、うん、うん、めっちゃ壊れたあの僕の乗ってた R53 一番初期型のスーパーチャージャー付きのやつも壊れました、うん、畳めなくなって、はい、畳めないと思って畳まなくして、でどうしても畳まなきゃいけない時に畳んでしたら開かなくなったりとか、で開いてたらそのまま外側に、はい、外側に止まらないまま外に向いていっちゃったりとか、はい、ギリ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 ですよねありましたけど、 F 型からあんまり効かなくなったんですよね。そうですね、はい、ちょっとなんか本当に初期初期のやつはなんかちょっとこうギギギギってちょっと異音がするなんて言って、うん、あのディーラーでグリスアップしたりするケースもあったらしいですけど、だいぶあのこの辺が信頼性高くなったのかなと、はい、あと大きくなったんで、そうですね、いやだいぶ大きくなったよね。ですよね、うん、見やすくなりましたよね。初期型めっちゃちっちゃかったじゃないですかだいぶこの辺の視認性使い勝手良くなった、うん、あとはやってまいりました、サイドステップがジョン・クーパーワークスなんで、まあ、フロント同様専用のサイドスカート、はい、これが本当はしぼしぼの黒やつなんですよね、うん、でサイズ的にもちょっと大きくなって、このボディ同色の部分、あとはちょっと立体的なデザインになってるんで、うん、あのサイドスカートだけつけるっていうケースもめちゃくちゃ多いんですよね、うんうんうん、そうですね、あの低く見える、はい、そしてこうスタイリッシュに、うん、だとリップが結構社外でいろいろ出てるじゃないですか、だフロントとバランス取るためにサイドだけつけるなんていうケースも多かったぐらい人気のやつが、まあ、ジョンクパークスなんで最初からついてるということで、あとは後ろ行きましょうか、まあ、ミニなんで4本通し、はい、はい、ZE40 こちらが装着されて、後ろだとキャリパー、ブレーキパッドが見えますけれども、今回低ダストのブレーキパッドも装着されてるんですね。でミニもダストすっごいじゃないですか、うん、ひどいで、結構その汚れちゃうだけならいいですけど、あれ焼けてこう、うん、落ちなくなっちゃうんですよね、うん、で特にこのザラザラのホイールだとやっぱり落とすの大変なんで、うん、まあ、この辺買うと結構しますからね、3万円、4万円ぐらいすると、はい、まあ、この辺もついてて嬉しいかなと。あと後ろに回ってきまして、後ろもテールランプの形が変わる車ってあんまりないかもしれないですけど、うん、やっぱりミニも LCI マイナーチェンジでデザインが LCI1 からですかね、はい、ユニオンジャックのそうですね、はい、テールになりましたけど、ここも僕ちょっと前期派なんですよ、うん、結構こう狙ってるというか、うん、わかります、これちょっとアピールしすぎかなっていうあのユニオンジャックが、はいはい、ただまあもちろん新しくも見えますし好みもあるんで、うん、コンバージョンキットって取り替えるキットが出てるんですよね、うん、そうですね、はい、で社外でもいろいろ純正ルックのやつなんかもあるんで、まあ、テールランプのちょっとデザインがいまいちだなと思った方は、まあ、変えてもいいのかなと、うん、あと専用のトランクスポイラーと、はいはい、あとリアワイパーも、はい、この車なんで僕ちょっと正直いらないかなと思いますけど、リアワイパーいらないですね、はい、まあ一応そのなくすキットもあるんですよね、そうですね、はい、だもしいらない方は蓋もありますからね、だから使う方はめちゃめちゃ使うんですよね、はい、なんで取るの信じられないって言われたことも結構あります私のクラウマなんか後ろ2本ともないですから、ね、あ、そうですね、はい、なんでまあこの辺は好みあると思いますけど、はい、もし取るんであればそういったキットもあるんで、まあ、いいのかなと。あとはまあエンブレムなんかも、一応CI になる前のやつなんで、はい、まあ、このオールドタイプのエンブレムですけど、これも現行のちょっとスタイリッシュなやつに変えたりとかできちゃうと。あとはジョン・クーパーワークスのエンブレム入って、リアのバンパーも専用のバンパー、はい、ダクトが大きいやつですよね、うん、こちらになっております。で今回やってまいりましたレムズのマフラーが装着されて、はい、鉄板ですね、はいはい、でこれが途中からあれなんですよね、デザインというかロゴが少し変わって、うんうん、あれ何なんですか、キツネなんですか、何ですか、
狼ですか。あれ、なん、キツネ、キツネに見えたけど俺は。キツネなのかな。違うだろうね、デバイス。はい、狼かな、はいはい。それがこの R の文字だけになったということで、なんかちょっとスタイリッシュになりました。うん、でこちらの当然 E マークついてるモデルになるんで、まあ、車検も、一応基準にのっとって作られてると。はい。ただ合格できるかはちょっと車のコンディションとか、まあ、仕様によっても。まあ、最近結構 E-Mac 付きでも車検ダメですよなんて言われるケースもあると思いますので、うん、まあ、ちょっとその辺は合格を保証するものではないんですけど、まあ、基本的にボンドカード車検もできますから、まあ、ご相談いただければそれも大丈夫かなと思います。じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。コンフォートアクセス付きということで、この方からですよね、うん、あ、違う、この後ん1個前でもコンフォートアクセスあったっすよ。 あったあった、はいはい、コンフォートアクセスついたよね。そうですよね、はい、でこの方もついております。そしてドアを開けると今回の車は、一番スタンダードな、モケットとダイナミカのシートと、はい、ここもあのレザーダイナミカ探してる方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、うん、あのもちろんそのレザーダイナミカが欲しい方には、まあ、もちろんどうにもならないですけど、うん、あのレカロシートに変えたりとか車外のシートに変えるっていうのも結構ミニマストじゃないですか。そうですね、はい、だ内装のデザインとかホールドとか気に入らないよっていうんであれば、うん、そこを思い切っていじるっていうのはかなりいいんじゃないかなと思うんですけど、純正のこのスポーツシートもかなりホールドもいいですし、今回あのシートヒーターもセンターのこの真ん中のところにスイッチありますけど、シフトの前のところ、まあ、シートヒーター車外のシートにしてどうなのって、結構車外のシートでもあのシートヒーター付きのモデルとか、うん、そうですね、はい、高いのだとベンチレーションが付いてるやつなんかもありますし、うん、あとは物によってはランバーサポートなんかあるものもあるんで、うん、まあ、この辺も結構あのレザーダイナミカ縛りで探している方とかももしかしたらいらっしゃるかもしれないですけど、うん、まあ、結構そこも視野を広く見て選んでいただいてもいいかな、うん、実際座っちゃえば、はい、これはこれ全然いいシートですし、そうですね、うん、まあ、ビジュアル的なものか、ね、あとまあコンディションも悪くないですね、うん、全然。そしてあとは内装ジョングパーということで専用のシフト、そしてハンドル、はい、あとは、ナビ周りの、はい、メーターのメモリがついた、はい、リングこちらになっております。であと今回の車はアクセサリー多数ということで、はいはい、この光るタイプのスカッププレートとオプションのゴムマット、こちらも装着されています。あと機能に関してはもう数々メニュー紹介させていただいてるんで、ね、ちょっと省かせていただきますけれども、はい、一応バックカメラが後付けで装着されていると、はい、で結構ナビ問題今、あるじゃないですか、うん、純正でもなんか3月以降受注の車はナビがつかないとか、うん、使ってなってるんですよね。でモニターだけになっちゃう、うん、でここも、それ2回目ですね、確か一時ありましたよね。そうですね、はい、でここもあのインターフェースってその外部入力させる機械を後付けしてもらって、うん、ミラーリングできるようになれば、うん、あの全然問題ないのかなと、うん、だから逆にそこを純正ナビにこだわらないで探すっていうのはかなりいいんじゃないかと、うん、純正ナビもめちゃくちゃ優秀ってわけじゃないじゃないですか。そうですね、なので逆に純正もそっち Apple CarPlay とか Android の方にもう寄せていっちゃった方がいいと思いますよね。そうするとあの Google マップ使えますし、うん、まあ、あとはメディア関係が全部いけますからね、うん、まあ、そういう選択肢もありなんじゃないかなと思います。そしてスピーカーも、はい、今回ノーマルですけれども、はい、ここもいかようにでもアフターマーケットで、もう今は本当いろんなメーカーから出てますよね、はい、アップグレードできますんで、こういったところも、まあ、あえてちょっとこだわらないで探すっていうのもありなんじゃないかなと思います、はい、じゃあ続いてトランクも、はい、もうここもちょっと確認だけ、うん、はい、この便利さと、はい、そしてあとは僕思うんですけど、そんなにこう高くないんで、うんうん、女性の方とかでもそうですね、はい、結構今の SUV でこう、うん、っていうのあるじゃないですか、うん、だからこの辺も割と使いやすいかなと、はい、そしてトランク割と狭めですけど、うん、あの64でシートも倒せますし、あとはストレージコンパメントパッケージ、はい、ついてますんで、一応このボードがフラットに、はい、もうできる。これ上にここを入れる感じですよね。そうですね、はい、2段で使えますね、はい、そして下にも収納ありますし、今回の車は純正のパンク修理キットは入ってませんけれども、はい、車外のパンク修理キットが付属するんで、まあ、パンクも心配ないですよと、こんな感じの仕様になっております。そしてシガーソケットもこれライトパッケージがなんかセットですよね。そうですね、はい、これもあるなしが結構中古であるので、うん、まあ、ここ重要だって方いらっしゃらないと思うんですけど、まあ、こんなのも今回ついております。じゃあ続いてエンジンルームも見てみたいと思います。エンジンの方が約2リッターの231馬力、はい、
でこれが結構マイナーチェンジするとエンジンの仕様がガラッと変わる車もあるじゃないですか、うん、車によってはダウンサイジングされたりとか、はい、あと馬力がすごく上がったりとミニに関しては基本全部を通して大きく変えてないんですよ、ねうん、そうですね、はい、で仕様変更で結構そのタービン周りがちょっと変わったりとか、うん、味付けがちょっと変わったりあとはミッションが少しこう仕様変更したりとかっていうのは、うんまあ、車種によってありますけど基本的には全部この231馬力だクロスオーバーとクラブマン SUV タイプとワゴンタイプに関しては馬力がグッとそうですね毎年で上がってるんですよ、はい、だからこの3ドアに関して4ドア3ドアに関しては変わらずということで、うん、だそこもいいとこなのかなと結構そこを縛りで車を選んだりとかもないですか、うん、なので本当にこう見に行って、まあ、古くならないのがいいところですよ ね、 はい、であとはモアパワーを求める方はこうエンジンルームのパーツ もう無限大じゃないですか、うん、もうそれこそ馬力300馬力近くまでコンピューターチューニングで上げたりとか、はい、あとなんか最近ハードなのだとタービン交換とかもメニューあるんですよ、うんうんうんみたいなんで、はいまあ、そういったサーキットユースなんかにも全然通用するスペックもあって、うん、あともう一ついいなと思うのはエンジンの耐久性というか信頼性がものすごく上がってるんですよね、うん、最近一番新しく出たミニの専門誌月村さんも見ました。あ、読みました、読みました、はい、なんかエンジンの内部クリーニングみたいな記事があったじゃないですか、うん、でなんか結構その専門店が初期型1個前の型現行型でそのエンジンの内部の汚れ具合出してるのがあって、うんうん現行型ってあんまり汚れなくなってるんですよね、うん、でその1個前から直噴になったんですごく汚れたじゃないですか、うん、前型のやつってでこの型からその制御がちゃんとすごく細かくできるようになったので、うんまあ、その辺の信頼性もすごく上がってきたなんで僕的にもかなりおすすめな1台になっております。そうですねこれジョン・クーパーワークスと思い出したけどミニチャレンジを何回か見に行ったことあって楽しいあミニのレースは楽しいなミニのワンメイクレースワンメイクレースあそうですね、はい、であれ知ってますミニのワンメイクレースなんでもちろんエンジンその市販車のまんまなんですよ、うんうん、専用のなんかそのパーツ組み込んでとかじゃないんですよ、ねうん、だからそれだけその信頼性と、はい、っていうのがちゃんと付随してくると続いてマフラーの音も聞いてみたいと思いますお願いします。全然いらない贅沢っすよね、うん、ただシンクロついてないの BMW を本当になんとかしてほしいなっていう、うん、なんか両方回すの大変なんでねそこかなとあとは僕この方のいいところはここだと思うんですよこれ、うん、モード切り替えがそう、ね、こっちになってすげえ残念になってません、うんうんうん、こっちの方が全然いいいいっすよね、うん、絶対ここだってつるんってなっちゃうじゃないですか、うんうん、これがいいところ見た目もね全然違うこっちもいいっすよね、うんでジョン・クーパーだとこれがちょっとあるという、うんはい、本来はもうちょっとこうクーパーイスとかだとこうレザーがこの辺まであるんですよ ね、 そうですね、はい、こんな違いもあるとでちょっともう一回ちょっといいですか行こうと思ったんですけどあとこの音、うんはい、ミニかわいいなんて言ってこれを買った日にはどうなってんのって感じじゃないですかそうね、はい、だからこのジョン・クーパーのなんか立ち位置が世間一般に浸透してないのはどうなのかなと思います、うん、僕は女性の方がジョン・クーパーがいいって聞いたんですけどって言ってジョン・クーパーを探したりとか、うん、はい、いや待って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 、まあ、ディーラーとかだったら、まあ、そのディーラーの担当の方が、まあ、説明するんでしょうけど、はい、中古車だと基本的に自分主導で選ぶことが多いじゃないですか、うんうん俺前にも話したことあると思うんだけど、はい、ミニ の、はい、そのグレードごとのヒエラルキーっていうのはそんなにないと思うのよ。そうですね、その用途によって、はいねまあ、クーパーだったりワンだったりクーパー S だったり、はい、ジョン・クーパーワークスだったりっていうその本当に用途じゃないか、はい、金持ってるから高いジョン・クーパーワークス買うとか、はいはい、そういうことじゃないじゃない、はいはい、そうですね。
E の選び方ってちょっと他の自分に合ったグレードで選んでほしいです、うん、そして乗り心地は硬いですね、うん、硬いっていうかちょっと突き上げがあります、うん、そうなのよ、ちょっとあのストロークが足りてない感じが、うん、だちょっとあの上げないと、うん、よいしょ、ただこのちょっとシャキシャキ走っていいですか、いいよ、はい、そしてパドルもついてるんですよ、そうね、音取れてるかなこれ、このビジュアルの車の音と走りじゃないですよね。はい、これ今スポーツ。スポーツにしました。うん、もうスポーツ一択じゃないですか。そうだね。うん、ああいいな。で一応ジョン・クーパーになると、まあ、マイチェーンしても、オートマのまんま DCT じゃなく、うんうん、そうですね。これ多分馬力の関係だと思うんですけど、うん、だそんなにあの違いないですよね。違いないっていうか。うん、いや絶対 DCT じゃないとダメでしょっていう感じじゃないですよね、うんうん、そう思います。オートマだから全然変速速い、うん、であと足回りに関しては純正も結構硬いんですよね、うん、ジョン・クーパーだとスポーツスプリングになって1センチダウン、うん、ただクーパーとかジョン・クーパーとか社外に僕慣れてるからか、あのクーパーでも結構硬いねっていう意見多いんですか、うんうんうん、そうですね、この間あの自動車評論家の方が現行型の一番新しいやつですかね、うん、クーパー乗っててなんか結構この足回りでそんな日本のマーケットでなんて言ってたんですけど、うん、でも逆にそれがいいとこでとかって言ってたんですけど、うん、いやじゃあジョン・クーパーの スポーツサスペンションとかどうなっちゃうんだろうと思ったんですか。だからまあ一般的なこのサイズのコンパクトからしたら結構やっぱり足硬い、うん、ただこれにこう乗り慣れちゃうと、うん、これなんだよね。ああ、そうですね、そうですね。ああ、いいっすよ。で、現行型に関しては先代の方がちょっと足回りお金かかってたのかな、うん、リアのアームがアルミだったりとか、うん、で、一応これからスチールになってちょっとフォーメーションも変わって、うん、だって足回りのセッティングがすごい変わったんですよね、知ってます、うん、あのスタビが固定式になったんですよ、うんうんうん、あのブッシュ、それぐらいは知ってる、ブッシュとスタビがまさかの接着剤でくっついたっていう、うん、だからローダウンするともうそもそもスタビのブッシュがこうずっとねじれた状態になっちゃ う、うん、その辺でこうローダウンした時の挙動が結構先代より違ってくるっていう、ちょっとでもあの本当に今前にトラックがいてノロノロ運転だとちょっとうーんってもっと走らせてくれって感じですよね。あとはステアリングはあの新しいのだいぶ軽いっす、うん、ただ普通の一般的なコンパクトからするとだいぶ重たいっすね、うん、そうですね、ただ R よりやっぱりお金かかってないよね。そうっすね、うん、ただじゃあお金かかってないからなんかその安っぽくなったかっていうとそうじゃなくて、ね、なんか BMW と結構共通のパーツとか設計とかになって、うん、なんかより効率が良くなった感じしますよ、うん、さあじゃあちょっとシャキシャキ、はい、シフトめっちゃ速くないですか、うん、はい、はい、全然十分です。このババ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 バこんなにバブリングするコンパクトもないっすよね。はいね、アップめっちゃ速いシフト、うん、ダウンはそんなに、うん、まあ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 って感じですけど、アップは本当 DCT と比べても引け取らないぐらいシフトアップ速いですよね、うん、だもうちょっと車高上げて、うん、はあ、あともうちょっと僕は外装をシンプルにして乗りたいです。うん、そうね、個人的に好みで言えばね、はあ、なんかちょっともうちょっと主張を少しマイルドにしたいです、うん、だからうちの商品車 の写真も賑やかだなと思っちゃったんで、うん、ちょっともう少し可愛さを取り戻したいです。もっとギャップをつけたい。そうね、する、うん、すっきりね。そうですね、なんかサイズ以外は
それだとバランス取れちゃってるじゃないですか、うん、速そうなんだろうなっていう、うん、ちょっと音大きそうな大きいだろうなっていうエクステリアになってるじゃないですか。それをもうちょっと、え、この車からこの音がしてこの走りなのっていうエクステリアにしたいです。うわいいな。あとミニシートいいっすよね毎回、うん、シートいいよね。すいませんって言うんですけど、ああ、だからそのビジュアル的なものとか、なんかもっとそのホールドを求めなければ、うん、純正のシートすっごくいいですよ、ね、うん、こうタイトすぎないし、そうだね、柔らかいし、深すぎないし、うんうん、ちょうどいい、程よい硬さだしね、うん、本当に疲れないんだよね長距離乗っても。いいな、うん、ペダルレイアウトもいいし、あとはこの辺の衣装なんかが JCW 専用のものになって、うん、この燃料のゲージも、はい、年代でちょっと違うという。そうね、はい、こんな感じ。なんかあの液晶のタイプにもコーディングでできなくはないんですよね、うんうんうん、すっごいお金かかるんですけど、そしてヘッドアップディスプレイもついてて、うん、で今回の車はドライブレコーダーもついてます、うん、そうですね、この方で ETC 標準装備になりましたね、うん、一時あれっすよね、標準じゃなかったっすね、うんうん、本当に初期初期のやつはこれじゃないミラーがあるっすね、うん、であとジョン・クーパー、いいなと思うのはアンセラサイトの天井、ウクライナーが普通のあのベージュの天井じゃなくて、そうですね、はい、鼻からもう真っ黒系、そうっすね、うん、だから車内がちゃんと暗く引き締まって見える、やっぱりちょっと車高を上げたいですね、うん、ちょっと足がね、そうですね、もうあと1センチ上げるだけでちょっと動いてね、だいぶ違うと思うんです、ロードが変わるよね。だビジュアルで言ったらこの車高なんでしょうけど、うん、パンチあるなあ。あとこのステアリングのレスポンスも、うん、なんていうんですか、普通のっていうか、こうスポーツタイプのまあ、コンパクトは別にして、うん、まあ、ごくごく一般的なコンパクトカーからすると信じられないこのステアリングレスポンスじゃないですか、うん、これ遊びがあんまりないというか、うん、応答性の良さというか、うちで見に購入するお客さんって国産のコンパクトとかからの乗り換えが結構多くて、はい、フィットだったり、はい、もうびっくりするんじゃないですか、みんなね、車の剛性とか、はい、ハンドリングにみんなびっくりするですよね、うん、純正パッドなんかめっちゃブレーキ効くし、うん、全然違うっつって、全然違うっすよね、うん、チューニングカーかっていうぐらい最初から、うん、フィット結構いじってたお客さんがいて、はいはい、まあうちのもうちで買ってもらったミニも、まあ、ちょっとカスタムしちゃったんだけど、はい、もう段違いっっ、やっぱりそうっすよね、うん、BMW とその2000年にくっついたっていうのは、うん、結構結果としてすごくなんか良かったというか、うん、これ他のメーカーとくっついたりしてたとまた違うのなそうね、やっぱりこうそういう BMW ってメーカーにくっついたのは、うん、ミニがこんだけね、うん、生きながらえるっていうかもう大反映しちゃって、ね、いや通常モデルはともかくとしてジョン・クーパーとしてはかなり良かったと思うんですよ、うん、あとは本当にカスタマイズが無限大ですから。そうですね、はい、そして意外に安い。そうですね、うん、それ大きいと思います。それでかいよね、マフラーしかり、はい、ま、足回りしかり、ま、他のアクセサリーしかり、はい、だってスーパーカーでじゃあタイホイール買いましょうって言ったらもう3桁万円じゃないですか。そうね、はい、もうこれだったらだって、うん、選びたい放題ですよ、うん、数十万円で。あとは例えばこれ乗っていやもうちょっとここかなっていうのは大抵なんとかなりますよ、ね、大抵何か見た目で、はい、あとは体感的とかいろんなところでもどうにかなる、はい、もうありとあらゆる社外品と、うん、ありとあらゆる先駆者がいますからね純正のこのオプション後付けできないのかなとか、うん、乗り心地もうちょっととかブレーキの効きもうちょっととか、いやステアリング
ちょっとこう下手ってデカってきちゃったんだよな、ありますよ、どうにかなる、安心してください、はい、ありますよって感じですよ、うん、アイドリングストップついてんだ、うん、これスポーツモードにしてもアイドリングストップ使うんですか、あれスポーツモードだった、スポーツモードですよ、うん、これ年式によってですかね、うん、これちょっと精神衛生上良くないんで、そうなんだでもここもあの車両のそのコーディングって内部の設定でずっとオフとかメモリーとかもできるんですよね、うん、そうだね、だとこの DCT なんかも、はい、まあ、DCT じゃない、ダイナミックトラクションコントロール、うん、はい、これ長押しすれば全部オフで、それこそサーキットじゃないけど、うん、はい、ジムカーナーなんかにもいけちゃうポテンシャルも持ち合わせてるんで、ありがとうございます、やっぱいいっすね、うん、ちょっと買おうかなマニュアルが欲しいっす、うん、マニュアルが今跳ねちゃってんだよね中古市場、じゃああえてオートマっていうのは結構安く楽しめる、うん、いい選択肢かもしれないですね、ありがとうございます、はい、じゃあ最後になりますけども、はい、やっぱりなんかちょっとこのスタイリングで、うん、あのパワフルサウンドで足回りもこうちょっとこうなんていうんですか、割と硬い、よくゴーカートフィーリングなんて言われるじゃないですか、だちょっとこの見た目から想像できないこの走りっていうのはもうやっぱりこれしかないなと、いや本当にね楽しい、もう300万ちょっとでこんだけ楽しいんだったら買っといて悪くないんじゃないかなと思いますよね、はい、というわけで今回はミニジョンクーパーワークスをご紹介させていただきました、車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください、最後までご視聴ありがとうございました、ありがとうございました。